ブンブンレイジオ。さあ、というわけで有馬さん、はい、早速ゲストの方を。そうですね、はい、今日紹介したいのはですね、バンド名ザ・クローリン・キングスネークスのメンバー3人です。そうすればじゃあ自己紹介をしていただいて、はい、じゃあお願いします。あのギターボーカルのモジョハンナです。お願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラムのキンキーカズヤです。よろしくお願いします。ベースボーカルのマロです。よろしくお願いしま す。女性の方がベースボーカルさんなんですね。そうなんですよね。まあ、あの先週のブンブンレディオの方で、はい、曲をね1曲お届けして、そのセクシーボイスだった方ですね。そうです。もう今日は会えて光栄です。本当よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。すいません、今日マスク姿でします。あの主にどのあたりで活動されてるんですか？そうですね、東京が大体なんですけども、ライブとかは、ライブとか、うん、そうですね、東高円寺の UFO クラブっていうところが多いんですけども、はい、群馬県内ではそんなにやらないんですか？一回だけやったことあるんですけど、あんまり呼んでいただけないんでもったいないんですよ。そうなんだ。で本当にね、こっちの県内のライブハウスのブッキングの人たちは一体何をしているんだと。じゃあ電話してきますね。本当によろしくお願いします。まあね、メンバーは今日3人来ていただいているので、はい、まあ、バンドの話を、まあ、中心にね。そうです ね、 ね、県内でなかなか、ね、見れないので、なんですけどね、ただ自分も正直そのライブはまだ見ていないんですが、最初のその音源を聞かせていただいた時に、ちょっと一発でやられまして、うん、かっこいいじゃねえかと。本当県内でちょっとねこういうタイプのバンドいないんで、うんうんうん、本当にねもったいないんですけどね。まずはね今日ラジオで、うん、はい、まあね、先週もだったんですけども、まず音源を皆さんに聞いていただいて、はい、まあ、本当に興味のある方は、ね、都内の方でライブやってるので、うんうん、ぜひぜひ見に行っていただきたいし、そうですね、この群馬県内でも本当にライブをぜひしていただきたい。このバンドは結成してどのくらい経つんですか？今のメンバーでちょうど1年ぐらいですね、うん、今のメンバーだと。そうなんですか。そう、自分が初めて音源聞かせていただいたのは前のメンバーの時の、ね、音源をちょっと聞かせてもらってからなんですけどね。現メンバーは、何人で、3人でですか？3人ですね。この3人でやってるということで、だいたい音源を、ね、聞いていただいたので、うん、まあ、何度も言ってるんですけど、音楽ジャンル分けするのもなんだと思うんですけれども、だいたいスタイル的なものをお聞きの皆さんもね、うん、なんとなく分かると思うんですけれども ね、 ね、うん、私も今日お会いしてイメージとたがわずメンバーさん3人とも細身で、そして足より細いパンツを皆さん足より細いパンツってどうなるっていうぐらいのね、やっぱりもうそういうところは、まあ、いわゆるこういうなんかモッドムーブメントみたいなのもね。そうですね、自分なんかはちょうど、はい、ネオモッツのブームの時で、うんうん、まあ、そこからまあ逆行してオリジナルのモッツまでたどり着いてったっていうことなんですけども、初めてね会った時もそんな話ですごい盛り上がって、ね、素晴らしいで、ね、バンドのコンセプトとすれば、やはりそのモッツっていうのも一つのキーワードになってるんですか？まあ、そうですね、モッツ、オリジナルのモッツなんかがこう好きだった、うん、リズム&ブルースとか、うん、ソウルとか、うん、ブルースとか、そういうのをこう元にして、うん、根っこにあるような、うん、はい、そういう感じですね。他メンバーの方のこう例えば音楽 の思考とか、こういうの逆にそのモッツ以外でもこういうの好きなんだとかってあるんですか？そうですね、ドラムの和也君とは結構すごい合うんですけど、うんうん、ベースのマルコさんはどこなんですかね。なんか本当にこのバンドで初めて楽器を触るんだっていう話をちょっと聞いているのですが、そうですね、なぜベースボーカルになったか、いきさつなんかもちょっと教えてもらえると。まあ、ちょっと前のメンバー、うんうん、和也君と知り合って、うん、ちょっと、ま、僕は和也君とやりたくなっちゃったんで、うんうん、
まあ、前のメンバーには申し訳ないんですけど、うん、って言うんで、うん、いやまあやめてもらって、うん、でベースと、まあ、自分がシンガーやってたんですけど、うん、どうもこう表現しきれないというか、うん、だったんでちょっと今度はベースとボーカルできる人を探してほしいっていう感じだったんですけど、うんうん、でそれは和也君と2人で話をしてそのボーカルができる、まあ、ベーシスト、そうですね、誰か探そうっていうようなそんな感じで、うん、まあ、ベースはできなかったんですけど、あ、じゃあこのバンドで声をかけられてベースができるボーカルの人が欲しいんだって言われて、じゃあっつってベース弾きながら歌っちゃおうみたいな感じですか。本当にすごいですよねそれって。まあそうですね、ね、結構皆さん意外とクールですね、淡々とお話されますけれども、見つかりましたって言った時には、うん、歌はもう聞いたことなかったんですけど、うん、みたいな、あ、加入してからね覚えた。マロさんはもともと歌っていうかボーカルは、ボーカルでバンドをやってます。あ、前からやりたかったんです。ああ、そうなんですか。でもね、そういうのがないとね、なかなかじゃあベース弾いてって言ってもね、とっつきづらい部分もありますもんね。でもかっこいいですよね。ねえ、でもね、かっこいいですよね。音源ね、うん、聞いてもおーって、ね、かっこよかったですね、うん、すごい。だってそれで今のメンバーでまだ1年ぐらいなんですよね。そうですね、ベースをいじったのは次の年からとか。あ、じゃあ初めから。すごいですね。先生に、あ、大先生が厳しいですか。優しいです。優しいです。今こんなクールなトークを展開してますけど、優しいことがねバレちゃいましたけど、音楽に目覚めたっていうか、そうやろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。そうですね、小学校1年の時からエレクトーンとか習ってたんですけど、はい、うん、その時からずっと好きですね。で中学校の時とかも結構、うん、ずっと音楽が一番好きで、うん、今に至るって感じなんですけど、もう聞くのがずっと好きで。そうですね、じゃギター始めたのはいつぐらいなんですか。ギターはそうですね、中学校からちょこちょこは弾いてたんですけど、本当に本気で弾き出したのは結構20歳ぐらいからですね。結構遅いですね。まあ、ちょこちょこは弾いてましたけど、でもじゃあその本格的にじゃあギター弾くぞっていうきっかけっていうのは、ですね、僕が大学が東京だったんですけど、うん、まあ、その頃に東京でモッツムーブメントがあって、ちょうどこうジャムとか、うん、ああいうパンクっぽいネオモッツから、うん、急激にこう黒い R&B をこう元に黒いこうシーンになっていって、それにすっかり影響されちゃったって感じですね。そこでこうじゃあギターもきっちり弾いて、で最初歌歌ってたじゃないですか、はい、じゃあボーカルもっていう。そうです、その頃はでも、うん、T-Rex のカバーバンドとか出てましたよね。でもね、マーク・ボラーもね、あの元々は持つ、まあそうですね、でそうですね、割と卒業して地元帰ってきて、うん、なんかこう忘れられないというか、そう感じで。じゃあ地元戻ってきてから、まあもちろんね今のメンバーではないですけども、例えばじゃあ学生、まあ、高校時代とか中学時代とか、はい、うん、仲間とかそういう、まあ、まだ楽器やってるような。ああ、うん、いやねこっちに帰省して、まあ、すぐバンドやったんですけど、うん、まあ結構こう嫌な思いがいっぱいできたって感じで。ドラムの和也さんとの出会いっていうのはいつ頃なんですか。和也君とは一方的に僕が知ってて、うん、違うバンドで和也君を見てすごいかっこいいドラマだっていうので、うん、で一方的にこう、うん、メールでこういうバンドやってますって。じゃあそれはライブをこうたまたま見たとか。あ、そうですね、うん、そうです、そうです。それでもどれぐらい前。2年ぐらい前だと思います、うん、結構激しいプレーらしいですね。じゃあまあハンナさんに和也さんが一方的にまあ声を今のところかけられたみたいな感じになってますけど、あでもどうですか、その
知った時は結構びっくりというか、あ、こういう人がこんな田舎にいるんだなと思って、まあ、感激しましたね。じゃあ始める前に和也さんの方は逆にハンナさん の, そのステージ見たりとかライブ見に行ったりとかっていうことは一回そのどういうもんなんかなと思って、うん、見ました。その時の見た時 の, そのイメージとかあまあ正直言うと自分のができるなとこう、まあ、バンド変えちゃうかな、うん、まあ、そのぐらいの、あのフーが、フーのあの、うん、キースムーンが、うん、あのね、うん、出てきて、うん、あみんなびっくりしちゃったみたいな、ああいう感じで、うん、同じですね。うん、じゃあね、ハンナ君、まあ、ハンナさんとじゃあちょなんかやったるかなっていう、うん、まあそうですね、そういう心境でした、ね。うん、そうすればうーんとね、ハンナさんルーツミュージックそういった、まあ、もう付き合いのものからっていうところで、うーんとその後にこう、まあ、その T-Rex をやったりとか、はい、それ以外にもこう何かこのバンド好きなんだよね、うん、そうですね、90年代に、うん、東京モツシーンっていうところに、うん、ザ・ヘアっていうカリスマ的なすごいバンドがいて、もう本当それに夢中になって、うん、未だに愛してやまないバンドなんですけどそうですね、うん、ザ・ヘアが今に至るまで、じゃあまあ一番っていう、まあ、その中でも本当に自分の中で軸になってるのがヘアっていう、そうですね、うん、そこからこうヘアがカバーしてる、うん、こうブルースのミュージシャンとか、うん、R&B のミュージシャンとかの原曲をこう探し当てて、うん、でそこからまた広がっていったっていう感じですかね。和也さんは、まあ、ドラム始めたきっかけとか、そんなにそんな大した理由はないんですけど、うん、スタジオでもともとボーカルやってて、おで遊びで、まあ、ドラム叩いてて、うん、まあ、その流れでドラムやろうかなって、うん、まあ、その当時やってたバンドでドラムがいなかったんで、うん、まあ、じゃあ自分やるよってこう立候補して、まあ、そんな適当な理由なんですけど大した理由はないんですよ。でも叩き始めて、でもやっぱり引きつける何かがあったからずっとまだ叩いてるっていうのがあるんじゃないですか。あ、まあ、後追いというか、うん、それでドラムをやり始めてから、まあ、ドラムにそのなんだろう注目してきたというか、うん、レッド・ツェッペリンとか、うん、ああいう偉大なドラマーがいるバンド、うん、60年代70年代のああいうロックのバンドを追いかけるようになりましたね、うん、例えばそういう、まあ、バンド の, そのドラマーの中でこんな人好きなんだよっていうドラマーって誰ですか。ジョン・ボーナム、うん、誰だ、スティーブ・ホワイト、うん、誰だ、ミッチ・ミッチェル、うん、ヒース・ムーン、うん、誰だ、ロジャー・テイラ ー, あー、あ、誰がいたっけ、うん、キニー・ジョーンズ、まあね、でも、ね、確かにね、挙げ出すとキリもないのかもしれないんだけど、結構でも自分が好きなドラマーと、近いですね。最初にもね、ちょっと話したんですけれども、うん、お聞きの皆さんには、まあ、ラジオなのでね、ちょっと伝わりづらいところもあると思うんですけれども、まあ、元とかって一つのいわゆるすごいムーブメントのシーンだったわけで、うん、音楽だけじゃなくて本当にファッションとか、うん、そういうところでも語られるようなムーブメントもあったと思うんですけれども、うん、確かにね、モッドっていうのは、まあ、音楽だけではなくて、まあ、生活のスタイルそのものがね、やっぱりモッドっていう、まあ、部分で語られるところもあるんで、確かにでもそういう、まあ、その生活面、まあ、例えばじゃあ服、洋服とか、うん、ちょっとしたこう小物であったりとかそういったものもちょっとこだわりがあったりとかもするんですか。割と、うん、服を褒め合うところから始まる感じですね今日はいいね、ソーシャツいいねっていう、でもいいですよね、やっぱりつながってるものだと思うんですよね、音楽の話ばっかりになっちゃいますけれども、そういうスタイルってで、ね、そんな中で、まあ、きっとそういうところもこうさっきちょろっと話にも出てましたけど、そのボーカルの方にもね、声かけるときにも本当にそのおしゃれな女性がいるみたいな感じで、やっぱりそういうところからお声かけられたわけですよね。
そうですね、そうですよね、うん、そんな中プレッシャーの中のボーカルですけれども、こう言ってて、どうですか、あのベースもまああのね、あのベースボーカルがいいっていうことでリクエストもいただいて、いろいろ苦労する点も多かったと思うんですけれども、あでもベースはすごく楽しくて、うんうん、楽しかったです過去形か最初夢中に毎日弾いて、うん、最初だけだねまあでも私なんかね楽器やらないので、うん、もう弾きながら歌うっていうのだけですごい大変なんじゃないかって思っちゃうんですけど ね、 そうですね、弾きながら歌うのはどっちつかずになってしまうので、うんうんうん、意外とねベースってこうフレーズがあるじゃないですか、うん、自分もベース弾いてるからよくわかるんですけど、うんうん、歌のメロディーとベースのラインがやっぱりシンクロするまでがね大変なんですよ、うん、あのどっちかにつられちゃうんですよね、うん、そういったことは全然あったんですか。あったんですけど、それをあの簡単に、うん、というか歌いやすいように直していただいてるので、うん、その辺のアレンジはじゃあハンナさんか、ハンナさん、うん、そうアレンジャーでですねじゃあ曲を作ったりするのも主にハンナさんがやってらっしゃる。そうですね、でも最近2人に書いてもらったりとかしてて、うん、まあ、ちょうど和也くんが書いてる曲をスタジオでやってるんですけど、うん、もうスモールフェイスだけでめちゃくちゃかっこいい曲なんですけど、かっこいい。あれ、それはまだ音源にはなってない。録音をできれば今月来月にして、うん、6曲入りぐらいにして出したいんですけど、うん、ねえ、はい、ね、出来上がったらまたこのラジオでぜひお願いしたい、お願いします、ね、聞かせていただきたいですね、うん、今回はですね、まあ、12月5日ということなんですけれども、まあ、せっかくメンバーはお三人来ていただいているので、うん、はい、また引き続き来週もね、いろいろとお話を伺いながらやっていきたいと思いますけれども、はい、まあ、まずは第1週お迎えしたということで、それではとりあえず、うん、曲をね、はい、お届けしていきたいと思いますので、はい、花さん曲紹介をお願いします。じゃあ結成して一月目に録音した記念すべき第一曲目なんですけども、はい、ペールアイドリトルガールブルースという曲です、はいはい、じゃあ今週は、これを聞いてゲストコーナーがお別れになります。また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。